それではチェインカップ大田のフェスティバル男女プロチーム同士団体戦これから行います。よろしくお願いいたします。午前中男子選手2試合終えてチームブルーが2勝0敗としています。このタイミングで、チームの皆さんの記念撮影を行います。今メンバーが揃っていますので、チームごとに行きましょうか。チームレッド、チームブルーで、各チーム男女の選手が集まっていただいて選手みんなで写真を撮りましょう。さあ、チームが集まって記念撮影を行いました。これから第3戦女子ダブルスが行われます。こちらの試合もワンセットマッチ、デュース、アリ6ゲームソールになった場合はタイブレークで勝敗を決します。この試合もコートのすぐ横にあります特設実況解説ですね。実況そして素晴らしい2人の男子選手にお越しいただいて解説をお願いしたいと思います。チームレッドからは市川大成選手、あれかな、渡辺誠二選手、
東海大学防衛の選手ですね。なるほど。前年の動きだったんですね。そうですね。はい。そのあたりもぜひ参考にしていただいて、望月優選手もお伺いします。望月選手、まあ、そんなにね、女子の試合がじっくり見る機会がないかと思いますけども、ね、こういった試合ですと、特にその見ている選手に、どんなところが注目しているんですか。いや、もう、プレーのね、各一人ずつ見てほしいなと思います。当然、一つ一つのプレーも、はい、日本トップクラス、そうですね、全日本の優勝者が、本当に何人もいらっしゃって、一つ一つのプレーも、美しいですよね。美しいみたいなね、ぜひ記憶に留めていただきたいと思います。おはね、うちは見てます。もうそういうところしか見てないんで。どうですか、チームはもう大手かけてますよ。あ、そうですね、ここで決めちゃったらいいですけど、でも相手もチームレッド強いんで、なんとか頑張ってほしいですね。はい、試合中の解説もよろしくお願いします。はい、お待ちください。笑いに変えていきます。そう、先生に盛り上げていただいてね、応援も、はい、いただけるんですね。はい、団体戦ですと、シングルスもそうですが、こういったダブルスでも、こうな、やはり流れに乗り、盛り上がるというところにもあるかと思います。すでに男子の試合を終えて、チームブルーが大手をかけた状況です。この女子ダブルス、はい、女子の試合としては今日初めてなんですが、この試合でチームブルーは勝利を決めるか、チームレッドは一つ返して流れを決めるか。サーブ練習を終えて、サーブ練習に戻ってきますけども、さあ、各チームのベンチの雰囲気どうですか。ね、やはりチーム戦ですから、男子選手もぜひね、女子選手盛り上げていってね、ここから行きましょう。はい、あとはそのアドバイスといいますか、例えばね、ベンチコーチとして的確なアドバイスをしていただいて、男子ならではの見方もできると思いますし、気合でというところがありました。さあ、ワンセットマッチで行われます女子のダブルス、チームレッドはファジ・桑田ペア、チームブルーは今西・上田ペア。じゃあ行きましょう。チームブルー上田ラックサーブです。まずはチームブルーのサーブで試合が始まります。皆さん拍手をお願いいたします。第1ゲームです。プレイ、ストレートになりましたね。15-30
ここで、言いましたが、サーティンを面白いですね。この辺りの駆け引きというのも面白いですね。面白いですね。今の狙ってたんですかね。40-40ウィナーラム選手のサービスポイント、サーブ心強い仲間が近くで応援してくれてます。なんかコートサイドが騒がしくなって大丈夫ですか。今はボレーがネットに当たってきて変わりました。アドバンテージ、チームプリン。最初のやはりサービスゲームなんですよね。しっかりキープできるかどうか。アドバンテージ、チームプレー。これでチームレッドのマジックワザペアがブレイクチャンス。チームライストローク戦とそしてネットプレーのコンビネーション素晴らしいですね。そうですね、はい、リターンからものすごい攻めていっているので、攻めにつながっていますね。そして
していくこともできます。高いゲームにはなりましたが、この第1ゲームは梶、桑田、チームレッドペアがブレイクに成功しています。いや、渡辺選手、最初のブレイク大きなゲームになりましたね。そうですね、午前中2敗してしまってるんですけど、午後ものすごいいいスタートが切れたと思います。そうですね、このあたりは同じ島津製作所のチームメイトというところで、こうお互いのことよく分かってるんですよね。そうですね、得意なショットというのが分かってると、ダブルスにはすごい有利かなと思います。はい、チームレ、1本目いきましょう。トスト。凄まじいフォアハンドミナ。ラブピッキー。山西選手がコーチに行ってそこをカバーした上田選手、ラブフォーティーになりました。さあ、どちらが先に自分のサービスゲームをキープできるか。
30-40。ここはチームレッド、同じ桑田ペアがこのゲームブレイクのチャンスを握っています。チームレイ。
あ、触って。レッティは中村選手、この辺りの今西選手の動きがボールを押し出したりとか、そうですね、やはり動かれると、リターン側としてはすごいプレッシャーになります。その辺りは中村選手の前に動きっていうのはかなり短い、わざとらしく大きく入ってるようにしています。入っていく、はい、ショット、いいプレーに近づいてます。サーティーノ、この辺りは島津製作所コンビ、梶遥川田博子のイニシャル HK コンビ、チームは抜群です。アイフォーミション40-30 渡辺選手の前衛の今西選手の動き、何しより動いてるかもしれないですね。だいぶ今西選手こっち見てます。素晴らしすぎて参考にしたいと思います。
ここで決めた。いや、両選手のボールがラインギリギリ外側に持っていったかというショットが続いて、チームブルーリー3ゲーム2-2。さあ、これでチームブルーが初めてキープという形になりました。これでも今 3-2 ですが、ムズク選手相当拮抗してますから、こうブレイクとキープという意味でもそうなんですけど、もう一つ一つのゲームが競ってるんで、単純にどっちが前に出るかという感じですよね。そうですね、一つのポイントで流れが変わっちゃいますね。フィフティーのはい、サーブが入ってしっかりと前に詰めてくれ、厳しいコースがついてきました。サーティーノ、チームレッドが前に出るか。
強烈なストレートラッポーディトリプルのブレイクチャンスを迎えていきます。答えてほしいですね、チームブルのあるボールでした。わずかにラインもありましたが、ウィクティーノ相当フラット系の速いボールですね。女子ならではの素早いボールでした。15-40 ブレイクバックのチャンス。
握っています。ダブルのチャンス。角度のついたり決まったブレイクバック成功です。この第8ゲーム、山西・上田ペア、フォーゲームゾールペアがブレイクバックに成功して、さあフォーゲームゾール渡辺選手、ここも仕掛けた時にブレイクを許してますます試合が分からなくなりました。そうです、ニューボールの向かい風のサービスゲームということは非常に難しかった両ペアがブレイク合戦でキープキープブレイクブレイクという流れになって、このセット終盤の第9ゲームです。思い切りのいいリターンがストレートにそうですね、先ほどブレイクを許してしまったので流れを変える一本になったなと思います。
と難しい位置からスマッシュを決めました。 15-13。選手ですが、ナウ15ストレートのショット、これで抑え込めきれませんでした。15チームブルー岩西上田ペアが勝利を収めました。7-5
では女子ダブルス勝利ペアにお話を伺いたいと今西美晴選手です。そして上田アナウンサーにお越しいただきます、じゃあ上田アナウンサーからダブルス勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。今西美晴選手とペアを組んで、試合どうでしたか。ベンチコーチはどうしました。だいぶ盛り上がってたんですけども、アドバイスをいただいて、かなり背中を押してくれた感じですか。それがちょっと多少気になるところがあったり。そうですね、ちょいちょい聞いて、ちょいちょいなんかちょっと顔笑ってませんね。大丈夫です。最後のコーチの言う通りラムちゃんが言ってくれた。そうですね、なんか台湾のストレートストレートっていう、私は結構逆やってたんでですよね、はい、ラムちゃんが言ってくれたから逆やったまあでも、ね、それはチームを勝利を信じる、ね、原動力になったし、実際に勝利になりました。どうですか、3連勝での勝利は。気分大ですねいや、なかなかね、こういう男女の機会ないと思いますけども、勝利決まりましたけど、どういうことになりますか。嬉しいですね。ちょっと自分が高かったらどうしようと思ったら、勝ててよかった。お疲れ様でした。見事勝利を得ました。今西美晴選手と上田ラム選手でした。ありがとうございました。